はい、どうも、ケイキュンです。今日ですね、ウィニングポスト9、2022、続きやっていきましょう。1976年9月4週から、難易度スペシャル引き継ぎありでやってます。1週目のデータを引き継いでやってます。さあ、今週、クライム開催ね。まあ、これどうしますかね。天皇賞秋はね、まあ、厳しいっすよね。勝てるところをコツコツといくか。まあいいか。一応天皇賞秋だけ言っとこうか。シアトルスルー調子落ちてる。まあ絆使ってもいいんですが、まあ問題ないやろ。はい。まあ大丈夫でしょう。いや、使っとくか。ちょっと上げときます。はい、じゃあ進めます。いや、これから楽しみっすね。シアトルスルーアレジド、まあ大丈夫じゃない。あ、一応ね、予定はアレジドは、もちろん凱旋門狙いに行きます。凱旋門連覇狙いましょう。で、シアトルスルーは米国3冠行きます。よし、いいね、いい走り。はい、よくやった。まあ、まずは名声稼がないといけないですからね。菊花賞はいかないです。距離厳しいです。さあ、10月。まあ、ダイナデコアはいいかな。まあ、このままでいいっすね。アレッジドはまあ、OK やね。で、クライム改造どうするかね。そうやね、これは厳しいです。まあ、勝てるところコツコツいくか。はい、じゃあこれでいきましょう。2番人気、まあ大丈夫だと思います。ダイジェスト。シアトルスルー先頭、突き放しにかけ、まあ特性完璧ですからね。懸命に前を追っています。ダイナスパート、いい足、ここから勝負をかける。残り200m。 よし、いいね。先頭はシアトルスルー、2番手はダイナスパート。シアトルスルー、この馬で決まりか。シアトルスルー、強い強い。シアトルスルー、はい、オッケーと。ゴールイン。2着はダイナスパート、3着にメジロカデット、見事に勝ちました。シアトルスルー。さあ、アレジド来ました。で、シアトルスルー次、あ、いいね、このまま行きましょう。で、まあその後のローテはこうかな。まあ朝日ちょっと怖いですけどね。まるでスキー来ますよね。まあでもこの特性で、まあ能力も完璧なんですよ。まあ大丈夫っすね。怖いっつっても大丈夫。マルゼンスキーもまた使いたかったんですけどね。さあ、アレッジド、まあ大丈夫でしょう。一応見るか。アレッジド先頭、後続を引き離しにかかる。調子良くないけど、まあ大丈夫ですね。残り 200m、 後続を大きく引き離しました。2番手はオートリシェリフ。アレッジド、この馬で決まりか。アレッジド、まあ今2歳はアレッジドとシアトルスルーがいて、まあ完璧で、1歳どうするかなんですよね。まあちょっと迷ってるんですよ今。ホーヨーボーイと桜勝利持ってるんですが、
まあ、プラスで買うかどうするか。はい、テイタニアさすがね。アレッチと次どうすかな。まあ、とりあえず2000いってホープフル任せようかな。まあ、こんな感じでいきたいっすね。OK、はい、進めます。まあ、これはねカブラヨで決まりやね。ぶっちぎるんじゃないですかね。盾の名誉をつかめ、狂気の逃げ馬。まあ、一応見ますか。クライム数は厳しいです。カブラヤ王先頭、王族と圧倒的やね。さらに突き放します。内で食い下がるグレート星冠。カブラヤ王先頭、差が広がる広がる。あと 200m、 カブラヤ王アドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はアイフル。カブラヤ王今ゴール。段違いの強さです。2着はアイフル。実際取ってるのがアイフルやね。これが2冠馬だ。カブラヤ王はい、OK。さあ、シアトルツル、そしてアレッジョいきます。さあ順番にいきましょう。温泉はいいかな。海外初戦どうすかね。1200、まぁ、ちょっと短いっすからね。あ、でもさすがやな、余裕やね。強い、圧倒的。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。シアトルスルー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。オッケー。さあ、あれ一度、まあネクストで大丈夫やろ。 OK、 勝ちました。まあ3歳になったら引退っすね。まあ、アレッジは欧州向きなので、まあ、そっち持っていきたいですね。まあ、とりあえずホープフルステークス取りましょう。よし、 OK かな。はい、じゃあ進めます。11月4週、まあ、ここもすることないです。自家生産の準備が整うまでは、まあ、こんな感じで史実メインでねやっていきます。まあ、とりあえず今ね、まあ、名声が410か1000以上まずは目指して、で、牧場っすね。で、まあ、ここをね整えていく。まあ、そっからがスタートです。はい、じゃあ進めます。まあ、これ大丈夫じゃない。メルシー車体、どうクライムカイザー。後続の手応えもいい。ブラウンピラード必死に追います。いや、ちょっと苦しそうやな。果たして縮まるか。残り 200m、 ブラウンピラード抜けた。2番手はメルシー車体、先頭は3着か。1着でゴール、2着は微妙です。勝ったのはブラウンピラード。届いてないよね。
オッケー、届いてた。よしよしよし、いいよ。2着ならいい。さあ、シアトルスルー、そしてクライムカイザー、ダイナデコアで一切どうするかなんですよ。紅葉ボーイと桜勝利がいます。まあその下は完璧なんですが、まああれちょっとシアトルスルーいますし、まあ稼ぐのはここはいるんで大丈夫ですかね。国内ダート、この特性負けるはずね。ぶっちぎりだと思います。シアトルスルー先頭、後続は大きく離れました。スポークンレイク必死に追います。この差は果たして縮まるか。2番手はバターフライダイナー。シアトルスルー先頭だ。完璧です。圧倒的な強さを見せました。はい、2着はバターフライダイナー。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはシアトルスルー。はい、クライムカイザー行きます。まあこれは勝てるか。 OK、 これは厳しいよね。2着頑張ったね。12月3周、まあこういうのは丸善好きか。まあただ、大丈夫だと思います。はい、投資3球。ちょっとシアトルスルー投資は使っとこうかな。ちょ、投資マックスいきたいね。あ、海外のセールはいかないっす。クライムカイザーどうすかな次。1800、2400、あ、まあ1600はいっとこうか。いや違う、結構稼いでたんじゃない、そういえば。じゃあまあ1800いこうか。よし、 OK。 でシアトルスルーはまあ OK。ダイナデコは3歳やったら引退です。はい、まあとりあえずこれで OK かな。あ、投資使うの忘れた。まあいいか、いけるわ。シアトルスルー1番人気、そしてマルゼンスキーが2番人気。マルゼンスキーに勝てるかどうか。シアトルスルー来てる。さすが強いね。まあ特性が完璧っすからね。あと 200m、 後続を大きく引き離しました。2番手はマルゼンスキー。後続は大きく離れた。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はマルゼンスキー、3着にダイナシャーディ。これが世界の実力だ。シアトルスルー。 OK、さあ、で、アレッジド、ポープルステークスいきます。まあ、ここは大丈夫ですね。これはもう勝てます。勝ちます。はい、これはまあ使いやすいですね。サンキュー。あ、一括いっとくか、これ。いや、やめとくか。ちょっとやめとこ。ジョン・ヘンリー。あ、そうか。ってことは、アファームドと、
アリダーも来ますね、これ。どれかもらう？一切それで完璧っすね。いや、来るよね。いや、俺このね、ダウンロードコンテンツ買ったんすよ。だからもう一周目っていうか、もう発売日の時かな。にもう買ったんすけどね。で、一周目は、まあ、縛りプレイでやってたんで、まあ、使わず。あー、どうすかな。なんか全部もらうのはちょっとやりすぎじゃないですか。ジョン・ヘンリーか、アファームドか、アリッターが来ると思います。ジョン・ヘンリーはまあ長く使えるよね。どうすっかな、どれがいいかな。アファームドは3冠取ってるんですよ。いや、でもアリダーかな。アリダーからのイージーゴアラインがやっぱ熱いよね。ただイージーゴーは前使ったんすよ。またちょっと被っちゃうんすよね。ただアリダーもらったらイージーゴアも使いたいよね。アリダーちょっと使ってみたいな。歴史を変えるっていう感じでね。どっか取れるかもしれない。ケンタッキーダリとかね。来るよね。あ、オッケー、来ました。守護場としても最高。まあやっぱもらっとこう。はい、もらいます。で、アファームのも欲しいんですが、ここはもう諦めます。やっぱ全部もらうのちょっとやりすぎ。2頭もらうっていうのもちょっとやりすぎ。オッケー、これ嬉しいね。印良すぎ。さすがやね。いや、完璧っすね。ちょっとスピード上げとこうよ。スピード上げた方がいい。いや、これは熱いな。これもう忘れてたので、ね。いや、これで一切もう完璧っすね。OK です。進めます。2番人気。まあ大丈夫だと思います。適性は合ってないんですが、まあ能力でね、押し切ってくれるはず。粘れよ。うわ、マジか！マジ？マジかよ。まあ嫌な感じで迫ってきてたんですけどね。最後ちょっと根性見せてほしかったよね。オッケーオッケー。まあしゃあない。よし、表彰式いきましょう。はい、今年はこんな感じです。サッキ賞は東証ボーイ。で、ダービーは10ポイント。菊花賞10ポイント。有馬記念東証ボーイと。富士のパーシアが、春子場3冠やね。あ、で、サガロがジャパンカップ取ってましたね。もう適正とか関係ないの。はい、シアトルツル。おお、藤野パーシャね。春子場さんか。お、どうなん。ああ、さすがやね。圧倒的すぎるね。まあでもエクスレね。あ、クライムカイザー引退でもいいな。はい、引退で。イーブンラブリー。
ジャボットゲッター来ました。いや、イーブンラブリーいいんすよ。イーブン系。まあ、気になる方は一周目見てもらえたらなと思います。いや、イーブンラブリーは最高っすよ。これ。いや、イーブンラブリーちょっと買っとこうよ。まあ、今空いてますからね。枠空いてるので。ゲッター。まあ、ゲッターもとりあえず買っとくか。よし。あー、フォルティノとかいいっすね。はい。オッケー。オッケー。はい、で、騎士こんな感じ。さあ、来ましたね。まず、アリだ。印完璧。最高っすね。芝ダートマイル、超大物。あ、いいか。とりあえずちょっと見てこ。桜勝利。芝中距離大物。で、法要ボーイ。遅め。芝クラシック。オッケー。楽しみやね。さあ、今がここか。まあ、もうちょっと知り合いね、増やしていきたいですね。アリダー、桜勝利、オッケー。で、法要ボーイ。よし、オッケーと。明けまして。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。オート進行来ました。あ、結婚ね。まあ、ちょっとこれはやめとこうかな。はい。ちょっと一周目で早めに結婚します。ランク4になりました。とりあえず、ランク8っすね。を目指したいっす。今、絆コマンド1回しか使えないんですが、8まで行けば3回使えるんですよ、毎月。やっぱそれが大事ですね。はい、ここはいいです。そうやね。よし、OK。で、違う。まあ、引退でいこう。はい、このメンバーでいきます。で、シアトルスルーはね、ちょっとローテ組まないといけないですね。まあ、海外いきます。で、3冠狙うんですが、まあ、王道プランで行こうか。プリークネスがね、ちょっと怖いよね。非根幹距離。で、ベルモント。はい、これ行きます。ここは確定。プラス、まあ、サウジとか行っとく？まあ、それでいっとこうかな。4周かな。まあ、こうかな。はい、これで OK です。で、アレッジも組みたいので、まあ、とりあえず1周進めます。どうするかね。まあ2000いっとこうか。よし、行きましょう。投資が
3つか。まあ、1個使っとこうか。はい、OK。ここ取ってほしいですね。大鳥の馬には負けん。アレッジド先頭、粘る粘る、3馬身から4馬身のリード。残り 200m、 アレッジド後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はプロダイナ、アレッジド。よし、 OK、 完璧。段違いの強さです。2着はプロダイナ、3着に大鳥キルデア、1番人気に応えました。アレッジド見事です。さあ、でアレッジどうするかっすね。スピード A プラスです。そうやね、まあ外線は行くんですが、まあスピード足りないですけどね。まあイギリスダービー行きたいよね。フランスダービー使っとくか。いやでもこうかな。でイギリスダービー行って、まあ、キングジョージ行きたいんですよ。根幹距離使ってきます。でこの後は凱旋もですね。一応ローテはこんな感じでいきます。はい、まあこんな感じで。あ、3周しとこうかな。3周で、であとは5月5周まで、まあどこ使うか。海外はねちょっと使いたいところはないので、まあ使うなら国内。まあ弥生賞ちょっと言っとくかくらいで、でもいいかな、これで。2週休んで、はい、これで OK です。いや、2月4週まで進めますかね。なんか使うか。いや、大丈夫やね。OK ですね。2月4週まで進めます。はい、シアトルスレ行きます。今が名声813まで来ました。いい感じ、いい感じです。オッケーやね。はい、オッケー。1番人気。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。シアトルスルー、いや気持ちいい走りやな。 100m を通過して後続を引き離しにかかります。もう休み明けとか関係ねえから。後続は大きく離れた。完璧です。圧倒的な。何も関係ねえから。2着はフザースラム、シアトルスルー見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。よし、オッケー。この時期この能力はもう圧倒的っすよね。まあ実際この世代、まあ、トップっすからね。ウィニングポストの世界でもまあ圧倒的と。1番人気。ユジェットアイブラジェ先頭、内からシアトルスルー先頭。ユジェットアイブラジェ2番手、手応えはどうか。残り 200m、 後続を完全に引き離した。2番手はオープンバタリアン、後続は大きく離れました。先頭はシアトルスルー。かっこよすぎる。1着で合理。2着はプレシャスアントラ。よし、オッケー。シアトルスルー見事な勝利です。
海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。まあ、能力完璧、そして天才が乗ってますからね、負けるわけねえから。さあ次アレッジと、まあちょっと闘志使っとくかな。まあ使っといてもいいね。はい、能力こんな感じです。整ってますね。はい、ダイジェスト。まあ、投手は使わず行きました。アレッジド先頭、3馬身から4馬身のリード、あと 200m、 アレッジド後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ、2番手はラッキールーム。よし、 OK、 この馬で決まりか。アレッジド1着、きっちりね。アレッジド完勝、2着はビューキコー、3着にラッキールーラー、見事に勝ちました。アレッジドナイス。サツキショーいかないです。結構いい時間来てますね。ということで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。